マック・ロバートソン・エア・レースは1934年10月に行われたイギリスとオーストラリアの間の長距離エア・レースである。オーストラリアのビクトリア州の100年記念行事の一環として行われた。メルボルン市長の発案によりチョコレート・をマクファーソン・ロバートソンが7万5000ドルの賞金を提供した。レースはロンドン近郊のミルデンホールから5箇所の指定機構地、 バグダット、アラハバード、シンガポール、ダーウィン、チャールビルを経由してメルボルンまでであるが、それ以外の経由地は参加者の自由であった。指定機構地をめぐった場合の全区間距離は地球半周に近い約1万1300マイルに及んだ。22カ所の空港にロイヤルダッチシェルとスタンダードオイルが燃料、オイルを提供した。参加機体のサイズやエンジン出力には、 政権なし、上院人数も制限しないが、イギリス出発後は途中着陸地から、新たなパイロットを乗り組ませることは認めていなかった。スピード部門では、デハビランド DH-88 コメットが優勝した。この機体はこのレースのために3機だけ製作された、総発の高速木製機で、途中リタイアした1機を除く2機が、メルボルンまで到達、うち1機が、 型発エンジンのトラブルに悩まされながらも71時間の圧倒的快速で飛行しきった。これについで、同時最先端の全金属製、モノコック構造を備えた、総発輸送機ダグラス DC-2 とボーイング 247D は90時間余りの瞬速で飛行して2.3位となり、そのポテンシャルの高さを実証した。 DC- には KLM オランダ航空がダグラスから購入した最新鋭の機体でオランダからテストも兼ねて参加したものであった。しかし、オーストラリアでの最終区間飛行中、メルボルンまであと 300km 余りのニューサウスウェールズ州、オルベリー付近で雷雨と視界不良に見舞われ、富士に必死に追い込まれた。地上のオルベリーでは発電所の給電断続をかけることで、 町全体の明かりを点滅させる基地によって航空へ、町の所在を示し、地元ラジオ放送の呼びかけで飛行場に集合した自動車群のヘッドライト列が DC-2 の緊急着陸を助けた。オルベリー着陸と電令の中からの再離陸に成功した DC-2 は総合2とハンディキャップ部門優勝を獲得、KLM はオルベリー市民の行意に感謝を表し、 オルベリーの病院に寄付を行った。ありがとうございます。